二次型の DD118。塗装は、国鉄時代の塗装とは異なる DD11 系ディーゼル機関車は、日本国有鉄道の入れ替え用、液体式ディーゼル機関車。機動車用のディーゼルエンジンを使用し、液体変速機を採用した、国鉄初の液体式ディーゼル機関車である。1954年に一次型が3両、1957年に二次型が6両、いずれも、 企車製造により製造されており、一次型と二次型では、細部の構造が異なっている。当時生産されていた、キハ10系機動車と同じ DMH17 バイト型ディーゼルエンジンと、TC-2 系、TC DF115 系液体変速機を2セット装備し、部品の標準化による、製造費、保守費の軽減を図った。また動力伝達には、 同輪二輪ずつを蒸気機関車のように連結棒で結んだロット軸駆動方式を採用している。車体設計は当時技車製造が地方施設などに納入していた小型ディーゼル機関車のそれを基本としており、運転台を中央に置いて前後にエンジンや冷却装置等を搭載したボンネットで挟む突型のレイアウトとされた。このレイアウトは機関整備や入れ替え運用等に メリットがあったことから DD13 型に継承され、さらにはより大型の本線用機関車である DD51 型にも継承された。1次型はローカル線での貨物輸送にも使用することを考慮したため、10連総括制御が可能だが、2次型はもっぱら入れ替え用として設計されたため、10連総括制御は省略され、代わりに動力逆転装置が追加された。 一時型は当初、戦後復活が計画されていた、白砲船で使用することを目的として、キハ1万系の試作者グループと同時進行で設計製造された。160PS2 というスペックは、国鉄の正式機関車としては、本船用としても入れ替えようとしても、あまりに非力な水準であったが、戦時中に不要不急船として、一旦撤去され、 戦後復活が検討された際も、地方をして津波の輸送需要と予想された白鳳線の実態に合わせて計画されたものであった。ところが、再三面の問題から白鳳線が鉄道としての復活を断念し、国鉄自動車専用道として整備されることになったため、すでに3両が製造されていた本形式脇派一万型とともに、別の首都を探す必要に迫られた。 とはいえ二両重連で C12 形状機機関車一両程度の出力しか出せない本形式は通常の駅構内入れ替えようとしても非力に過ぎて実用上問題があったこのため当初は在日米軍基地や海上自衛隊基地などに隣接した機関区、機動車区に配置され弾薬庫や燃料関連施設などの蒸気機関車の使用が困難な下記現金区域での入れ替えに 用いられた。初期に配属されたのは、光月管区栗浜市区、室蘭機関区、広島第一機関区、吉塚機関区竹下市区、竹下機動車区、廃棄機,機関区等である。1978年までに全社国鉄から除籍されたが、廃車後、その多くが専用船などに払い下げられた。この他、小郡機関区への配置をもって、除籍となった2号機は、 労働組合の募金活動により1977年に高取工場で整備されベトナム国鉄へ寄贈された。本形式一時型と同じ1954年に、やはり汽車製造で、だいぶ交通 D31 系、D31、D32 として、ほぼ同一構造の突型ディーゼル機関車が製造された。エンジンや変速機の構成は DD11 型と全く同一であり、 動力伝達機構もロッド式を採用しており、外観形状も告示する。ただしこちらは、投入線区であるヤ場系線の軌道条件が悪く、DD11 系クラスでさえ入線が困難であったことから、車線内で使用の機会のない総括制御装置を省略し、自重を約2トン軽減した設計となっていた。1975年に、 住友金属工業小倉製鉄所の校内入れ替え用として払い下げられた8号機は、廃車後の1986年に北九州市小倉南区の北九州市交通科学館に生体保存された。しかし、同館は2003年に閉館し、その後も館の敷地に置かれたままとなっていたが、2008年2月に、 跡地にスポーツクラブがオープンした際に撤去され、その後解体されたため、国内に DD11 型は現存しない。また、5号機が日本通運新旭川営業所で生体保存されているという記述が一部でなされることがあるが、これは当地では元大分交通の小型 DL が平成に入ってからも使われていたもので、DD11 が保管されていた事実はない。 ベトナム国鉄に譲渡された2号機は2002年をもって現役を退き、ハノイの機関区で放置されている。日本ベトナム友好協会の有志が整備と保存を目指している。のデータ。ありがとうございます。